どうも皆さん元気しますかいわくですで今日もね SNS の副作用っていうことについて話そうと思ってでこれは「新 r 2 5っていうその動画の成田悠輔のインタビューの時に成田悠輔が言っててうわまさにって思ってでそれはマジで今後重要になってくると思う。特に 俺の視聴者の人って若い子が多いから若い子はマジで要注意 SNS はねすげえ便利で,でもう数字で現れるじゃん結果がだからまあいいっついいうかその努力が目に見えて分かるっていう面ではいいんだけどそれを気にしすぎるとオリジナリティがなくなるよっていうことを本当に警鐘を鳴らしたい俺はで俺も実際そう一人語りをやってて マジでその成田悠介が言ってるのをなるほどみたいなあ危ないな確かにっていうのは感じたんだよねで何が一番問題かってやっぱりその見てる側の反応気にしすぎちゃうってことなんだよね、うん、だからもうどん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 合わせちゃうようになるわけで俺で言うと一人語りね、まあ、俺その音楽とその写真あるじゃんでそれはもう,もう気にしないの全くもう自分の中に もうこれれだってていいうううのがあるからももそれを突き詰めていくみたいなもう全くゼロいいねでも自分が納得してればいいみたいなぐらいの気持ちなんだけど一人語りっていうのはもともと数字だよね知名度を得なきゃいけないっていうので数字を目標にしてるからやっぱり悩むことがすごくて音楽とその写真よりね。うん、でそれでまあ初めいろいろのっけてたわけよスカウトねトラックだったりその自分のその海外の話とかさ。 でやっぱりドラッグが一番受けが良かったからもうじゃあドラッグだなと思ってでそういうのを見てたんだよね俺そう誰かのノートでそう1個のテーマに絞ってバーンってどんどんやってった方がいいみたいな初めはねそうファンを作るためにはっていうのもあったから、まあ、これでドラッグだと思ってバーってやってたんだよね。そうでひたすらそうやってドラッグのやつを載せようと思って調べてでそれうう集合でやるみたいなんでリクエストも全部もらって。 ね、ありがたいこともらって、で、ほとんどドラッグの話なわけね、やっぱり。その俺がドラッグを載せるからね、うん。それでやってて、忙しかったんだけど、なんか前にもまあ話したと思うんだけど、忙し,忙しすぎて、これよくねえなみたいなのも思ったんだよね。その充実感、忙しくて数字もね、まあ、反応ももらえてるんだけど、なんかその物足りなさはあったんだよね。うん、なんか成果は出てるのにね。うん、で、それで、いや でそれはその遊びにも行けなかったりとかそのクラブだったりとかも犠牲にするみたいな考えになっちゃってるっていうのが自分の中で納得がいってなかったんだと思うんだよね、うん。それで違和感感じてもやめるみたいなであと体調も悪くなっちゃったりしたからね、うん、それでこれじゃダメだって思ってやっぱやめたんだけどでそれは何で俺やめれたかっていうとやっぱり35年間の蓄積があったんだよね。うん そうで成田悠輔も言ったんだけど若いうちからそう人目について、まあ、そのちゃもしねその登録者とかも伸びるような状況になっちゃったとしたら逆に地獄を見るっていう風に言っててそれはそうだなって思った、うん、俺は35年間もうやってきたそうクラブもずっと行って好きで行っててさもう好きなことを追求するって言って23からもう12年間やってきたのそれをずっと俺うん。 ね、美術館行ったりとかさ自然見に行ったりとかでそれがなきゃ人生じゃねえってなってるじゃんもう12年間やってきてたらね、うん、だからいやこれちげえなって思えたわけだけど20代前半でまあそのドラッグ今みたいな一人語りを始めてねで今みたいな感じで登録者も増えてってたとしたらそんな風に思えてなかったと思うんだよな俺うん その俺は12年間で自分の大事なものがもう分かってるわけじゃんそういろいろ言って俺はこうやって生き,生きると幸せなんだなって思われてるんだけど例えば20年後かもうそうやって本読んで自分の情熱的なもので生きていくって思って2年後に今みたいな一人語りだったら多分それが正解になっちゃうと思うんだよね。うん、多分いやここれ違えよじゃなくてこの チャンネル登録が上がって再生回数が上がるのが正しいんだってしか多分思えなかったと思う俺うんでそのままバーっていってまあもしかしたらまあどっちにしろその幸せだったらいいんだけどねそれでだからその数字に対してその喜びを感じる人だったりとかまあ人気者になりたいとか,なんかインフルエンサーになりたいってだけの人だったとしたら別にいいとは思うんだけど俺はそうじゃないからさ うん、やっぱり自然音楽アートっていうものがもう人生の軸にならないと幸せじゃない人だから多分なんだろうなうんなんか半殺しじゃないけどなんかもうちげえなこれはって多分思ってたと思うんだよね俺、うん、そうだけど引き返せないっていうなんかその地獄じゃん地,、うん、地獄っていうか、うん、どうしようどうしようっていうので多分めっちゃ悩んでた気がするんだよねそうだから 20代のうちっていうのはもう SNS ねやんないでもう自分の中で女性させた方がいいと思うんだよね、うんうん、そうそうじゃないとその成田悠介も言ってたんだけど基礎体力とかさ自分の経験がなきゃさ勝負できなくない <laughs> そのなんだろう俺も今さ話してることってさ その一人語りで喋る前に俺ずっとブログ書いてるわけね8年ぐらいずっと返いてたわけだから自分の考えを伝えるっていうことはもう、まあ、下積みがあるわけね一応、うん、だから自分の意見を,を言えるんだよねしかも俺はブログの時に気をつけてたのがそのなんかの本を読んだりとかしても自分の考えを書こうって思ってたのその内容とかじゃなくてねうん ずっと8年間やってたから一人語りでも自分の考えを言えたりとかそこに練習してるから自分なりのね考えでこう思うからこうだよとかそ論理的に考えたりとか違うものと違うものをくっつけてこうじゃないかっていうのを俺はずっとやってたんだよ、ね、8年間だからその一人語りでもこんな風に話せるんだよねうんそうだからその20代のうちは本当 なんだんそういう本読んだりとかツイッターを見るんじゃなくて本読んだりとか自分の何が好きなんだろうって思って自分の勘,勘だよね直感でどん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 い,い言ってでそれで SNS で発信するのは大事だからまあいいとは思うんだけど本当その CR25 の成田悠輔のインタビューで言ったのがどんだけその反応を無視する力を養えるかっていうのが重要って言ってたよね。 もし自分がさもしインスタとかでさ好きなところ行って載せたのが注目集まってくるともうそのハートもらえるのしかさ取らなくなるんだよそうでバランス取んのって無理だと思うよもし10代とかでそれがなっちゃったとしたら、うん、だから本当危ないと思うなだからうん10代20代とかの半ばまでは本当やんなくてもいいのかなって思うな俺うん で発信するのはまあ大事なんだけどそれ以上に自分独自のオリジナリティをつけるっていうのがの方が大事だと思うよ俺、うん、今本当思うね、うん、で俺はそう今年からさあんまりドラッグのやつをやんないようにするみたいな言って今も昔よりかなり減らしてるじゃんうんでやっぱりそれはそのドラッグの話をもして いいろろ自分の知見だったりとか視聴者の人のコメントをもらえるのも嬉しいんだけど俺ってもともとやっぱドラッグは数字をもらうためにはやるんだけど俺は自分の得てきた経験を伝えていい影響を与えたいっていうのが元にあるねだから音楽もやってるしブログもやってたのねうん。 そうでドラッグでも相談に乗ってでタイマーイズの脱出のきっかけとかさでああいうのでアドバイスするのはめちゃめちゃいいんだけどでまあそのドラッグの情報を伝えてみんなの役に立つっていうのはもちろんいいんだけどそれ以外に俺伝えたいこといっぱいあるわけあと音楽とか好きじゃんそうで自然見に行くのも好きだしそれは人生において俺すごい重要だと思ってるのね、うん、だからそのいわくの休日よりもドラッグの話をやった方が全然 人気とか見てくれるんだけど俺はずっと続けてこうと思うのね、うん、で他に自分のだからこ今日みたいな SNS の副作用だったりとかドラッグじゃないのとかもやっぱ乗っけてこうって思うのでそれでその視聴者の人の反応がドラッグだけを乗っけてるよりも落ちてたとしても俺は満たされてんだよね全然そう何時にすげえ忙しくてひたすら調べて発信して そなんかノルマ自分でかけたのに追われてそ,うその登録者とか視聴,なんか視聴回数とかをその必死こいてやってた時よりも今の方が満たされてるやっぱり。やっぱ自分の好きなことを伝えてるしで迷いがねなくなったんだと思うんだよな。うん、だけどもともとその数字も。 絶対重要だから、うん、それもあるからそのバランスも考えなきゃいけないからすごい難しい難しいんだけどそうだけど、うん、今のそのやっぱ自分のやりたいことを乗せてる方が、うん、すごい安心してるあ俺は全然この先この,この状態だったらずっと続けてもやりがいを感じれてるって、うん、であとそのドラッグばっかを多分俺やってたとしたらね 今みたいに変えないで先細りに,になってたと思うんだよね。そう。その過去のデータからさ、まあ、人気のやつ、まあ、紙のことだったりとか玉のことだったり人気だから、それにまつわるのバーってばっかやるじゃん,、うん。データから見るとね。で、そうすると始めの辺はいいと思うんだよね。うん、だけど、結局もう、飽きられちゃうっしょ。そんだけバーって載せまくってたら。で、今とかは、 まあ頻度を下がってる分その紙とかのドラッグ系についての鮮度も保たれてるんだよね。うん、そ,うそここのの目先の数字を追わないことによってね、うん、でそうするとやっぱり先のこととか考えるとバリエーションも増えてくしあと1年間ぐらいで俺切り替えたじゃん。 これがもう3年間バリバリそのドラッグの情報バッグやって切り替えようと思っても難しいと思うんだよねやっぱりもうそれを求めてみんな来るじゃん,うんだからそれで切り替えるとどんどん離れていくのが今のその視聴者数落ちるとかよりももっとなんだ激しいとは思うんだよね俺でもう戻れなくてどん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 ど でそれももう全然視聴回数とかも取れなくなった時は、まあ辛いよね自分でどうしようみたいなもう路頭に迷うよね <laughs> だから初めのうちにやっぱ俺は転換したのは本当に良かったかなって今マジで思うしそ,うそれを転換できたのっていうのもその12年間人目につかないでひたすら自分の好きなことをやってたっていうのが軸になってるしで今その他のドラッグ の話を捨てるる人っていっぱいいいぱじゃんでその人たちを差別化できてるのはそこでの経験なんだよねまあ俺音楽とアートと自然の方が専門分野だからねもともとドラッグよりもね俺 <laughs> そうドラッグとかで見てくれるようになったけどもともとは俺そっちだから、うん、そうでやっぱり今とかそ,のそっちの方とかどんどん乗っけてて登録してくれる人っていうのはもうそれありきで見てくれるじゃん、うん、ねえで そしたらそのバリエーションを増やしたので登録してくれる方が多分2年3年後ってなったらパイは広がってると思うんだよねそうドラッグだけってもうコアで、まあ、それ好きな人は登録してくれるんだけど、うん、で今広げてドラッグ系だけを乗っけるよりもその遅くはなったのかもしれないけど23年後見たらそっちの方が多分興味を持ってくれる範囲っていうのは広げれるっていうか 思って予想してるね <laughs> ですごい難しいうん本当音楽と写真なんかよりも,もう難しいね、うん、で数字を絶対気にしなきゃいけないんだけど結局それだけじゃダメだしっていうまあ俺ね俺の場合ね、うん、もう数字だけで満たされるとかもう本当商業的にいくんだっていう人はそれでいいと思うんだけどうんだから20代、まあ、10代20代でなんか その発信して悩んでる人とかいたらもうそれがいいと思うよ逆に <laughs> それでも好きで伝えるっていうスタンスを続けてれば後々生きてくると思う、うん、俺誰にも見られてないけどブログとかずっと返してたからね音楽もその上げてたからねずっと <laughs> 写真もずっと上げてたからそうだから誰も見られてないけど俺は好きでやってるっていうのを気づいてるのはすごい重要だと思ううん もちろんその注目をされるっていうのは最終的にはついてこなきゃいけないけど自己満完璧ななんだろうな自己満足で終わっちゃダメだからそれもまた難しいんだけどだけど SNS で数字を獲得する以上にやっぱ内面の情勢だよねうんをやった方がいいからもしそのさ若いうちに今発信をやっててね例えば YouTubeTwitter インスタとかやっててわーって全然なんか俺 あれだなってその注目されないなって思ってたとしてもあれだから今はその蓄える時期だから <laughs> 蓄える時期そうもう目に見えるのは若いからバーン若い時からバーンっていったやつしか目に見えないでしょそこにどんだけ違うやつがいるかその出てこないやつそう、うん、だから10年とかやったら可能性っていうのがあるし自分の中で武器が持てるから、うん、その10年ぐらいのスパンとかで見てなおかつ その相手の反応とかじゃなくて自分の内面からどうしたいかっていうのをまあ考えていくと多分今のその注目されないとかの悩みも消えるし10年後の自分の武器だったりとか何だろうないい結果っていうのを生みやすいと思うんでちょっと SNS は本当に要注意でちょっと自分のオリジナリティ磨く方向でちょっと頑張っていってほしいんで皆さんも是非それ。 ちょっとトライしてみてください。そ <laughs> れまた次回お会いしましょう。する